はい、どうも、チャンネル隊長の隊長です。マガリオさんです。いきます。はい、隣にね、マガリオさんがいるということは、そうです。また、オートプラネットに来ております。はい、今日はね、車じゃなくてバイクをちょっと見ていこうかなと思います。今日ね、ちょっとね、僕がね、ちょっとご紹介させていただくのは、トライアンスのロケット3というバイクでございます。はい、まあ、こちらのバイク、なんとですね、排気量 2500cc、 バケモンみたいな排気量のバイクなんですけど、見てください、このいやらしいこのパイプを、もう3気筒ですよっていうのをすごい見せつけてきますよね。で、こちらね、このマフラー、2本出しかなと思いきや、なんとなんと、このね、ここにあるんだな、もう1本。もう1本ね、ここにあるんだな、実はっていう。はい、そういった感じでございます。見た感じは本当になんか、エンジンの上になんか、タンクと椅子つけましたみたいなね。そんな見た目なんですけれども、もうタイヤも見てこれ。なんかちょっとした悪乗りで車のタイヤつけちゃったぜ、みたいなね。そんな感じのデザインでございます。またこのね、メーターがなんか仮面ライダーのなんか変身ベルトみたいなね、感じのデザインですよね。で、このアップのミラーね、これもトライアンフおなじみですよね、毎回。はい、ということで、じゃあちょっとここに詳しい方がいますので、ちょっといろいろ聞いてみましょう。どうも、マガリオさん、こんにちは。また、今日は、はい、チャンネル隊長のリクエストでトライアンフロケット3ということで、はい、こちら、ご用意しました。ありがとうございます。まあね、なんか話聞いてると、チャンネル隊長向かいからロケット3に憧れてたというところで、そうなんですよ。で、まあ本当にあのトライアンフで変わったバイクっていうと、本当にね、このトライアンフのロケット3っていうのは本当にあの注目度高いかなというか、いいところに目をつけたかなと。ありがとうございます。今までの、ロケット3だと、まあ、ちょっとツアラーっぽくポテッとした感じになってたのが、こんなスタイリッシュな感じでね。あ、これロケット 3R ってものなんですね。で、今までは両持ちのスイングアームだったのが、あの肩持ちになってたり。そうですよね、片方だから、なんか車のタイヤみたいな感じですよね。で、240でこの分厚いタイヤがね、ほんとえぐいっすよね。かっこいいですよね。かっこいい。で、排気量も今までのトライアンフは 2300cc だったのが、まあ、このご時世でね、あの車がどんどん小排気量化していく中、いきなり 2500cc です。おかしいですよ。おかしいっすよ、これ。そこがまたね、心くすぐるっていうか、バイク好きにはたまらんっていうね。たまらんっすね。で、167馬力っていうのは別もないパワーになってそんなあるんですか、これ。めちゃめちゃ軽くあって、もうハンドルで本当にグググって押し出されるようなパワー感と、本当、まあここら辺はまあ後でチャンネル隊長に試乗していただいて、はい、ちょっと怖くなってきましたけども、はい、まず、こちら、3気筒なんですけれど、マフラー、もう液体が3本出てたかと思いきや、こちらに2本サイレンサーがありまして、こちらに、1本、これね、かわいらしいね、かわいらしいのがその右3本出しじゃなくて、あえて2本と1本で分けてあるっていうね、これすごいですね。デザインの良さっていうのがいいかなと思って、すごいっすね。あと、これもチェーンドライブだとかでなく、シャフトドライブなので、いやー、すごいっすね、まあ、それがね、メンテナンスフリーでいいかなというところがありますよね。すごいっすね、これ。いや、本当にでもこちらの車両、めちゃめちゃ乗りやすいんですよ。ほうほうほう。こんなボディ大きいんですけど、まあちょっと相変わらず僕が手に腰ちょっと待って、あ、乗っちゃってください。はい、まあ、本当、こんな感じで、スッと、僕170センチですけど、普通に、またがって、うんうんうん、で、押すのもこのまますっと。あ、意外と足つきいいですね。足つきいいですよ。はい。すごいな。ほんと軽いですしね。はぁ、すごい。なんか、ちょっと VMAX にも似てるような。あー、ね、なるほどですね。VMAX 好きな人とかも選ばれるかもしれないですね。鍵がキーレスになってます。はい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 、この鍵を持っていただくと、で、こちらの電源を押すと、こんな感じで、あ、かっこいい。かっこいいですよね。あ、
めちゃめちゃかっこいい。なんだこれ。すごいな。で、エンジンをちょっとかけてみましょうか。はい。これ乗っちゃっていいんですか？もちろんぜひ乗ってチャンネル対象アピールしてください。わかりました。 あと僕が個人的に好きなものなんですけど、はいはい、これはもちろんシートが付いてるんで2人の利用になってるんですが、ステップはとなるとパッと見今見えないじゃないですか。ないっすね、まあ、本当だ。でそれがここに収納されてるんですよ。かっこいい。かっこいいんですよ。かっこいい。何これ2段。2段、もう全くもう分かんない。ああ、乗るか出すか。え、そうでしょ。何これ、めっちゃかっこいいですね。かっこいいですよね。だからこういうところのね、気配りができてるのが今のこのトライアムさん、やっぱり最近売れてる理由っていうのがやっぱり分かりますよね。そうですね、こういうとこですね。こういうきめの細かいところがね、なかなかかっこいいな。乗ってみようかな。ぜひいただきます。はい、やば、車のエンジンにまたがってるような状態ですよね、これ。本当そうですよ。2500のエンジンを挟むみたいな、ね。あたおかですね、これは。すごいな。クラッチを入れて、ここですか？そうですね、そこら下に一度押していただいて。下に押して。そうすると電源が入って。ほうほう。あんまり来ましょう。あ、来た。ほう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 。で、それでクラッチを握っていただいて、はい、スタート。おー、来た。おー、来た。はい、行ってみてください。あ、怖っ。こけるよね。もう一周してきます。はい、どうぞ。
って言ってめっちゃ楽しんでるじゃないですか。怖い。あれはすごいところで、うん、動かせるようにないですか。まあ外行きますか。外行きます。行きましょうか。じゃあ市場行きましょう。行きましょう。やった。うわー、やっべ、緊張してきた。パワーが違う。あー、来たこれ。すげー。オッケーオッケーオッケー。すーご、すごいっすね、これ。これ声外れて乗ったんだけど、全然風来ない。うわー。